海外で中断蹴りがこう多くなってきてるっていうことで、はい、まあ、俺も中断蹴り結構、まあ、自信があったというか、うん、使ったりもしたから、はい、その自分がこうポイントとしてたこととかっていうところを、まあ、今日はお話できたらなというふうに思うんだけど、はい、中断蹴りの中でやっぱり自分の中で意識していたことは、その構えてるところから、まあ、もちろん寄せ足があるんだけど、準備する動きになるんだけど、それがまずはこの自分のフェイントで、フェイントになれるこの寄せ足をするっていうイメージを、まあ、一つあったかな。で、その後、こっからのこの距離をいかに長くするかっていうところが、うん、俺の中では結構大切かなと思って、はい、なので寄せた準備した段階からこの後ろのタメを使って軸足で床をこう蹴って、蹴った時に利き回しを張る。でこの時の後ろ足の回転と腰の回転を使いながら蹴っていくことによって相手に力を使う、うん、ということがすごく大事だなと思って、はい、ね、結構、まあ、小学生でも教えたりしてる時に、こう失敗じゃないんだけど、よく多いのがこの寄せ足が大きくて、こっからどうなってこれだけだけしてる、うん、ここが結構多かったりするから、はい、もちろんすごく難しい動きだから、はい、小学校からじゃあすぐやれてもできないんですし、うん、ただ練習というか今後使っていくにつれて、はい、今後使っていくために大切にしてほしいのはやっぱりこの後ろ足の軸の移動っていうのが、まあ、こう必ず必要になってくる、はい、これは中段蹴りだけじゃなくて、やっぱりこうこのツーキックだったりとか、もちろんパーでこう寄せてフォアを距離がしながら蹴る場所っていうのは必要になってくると思うので、はい、そこはまずポイントでした。だからこの寄せ足準備の段階をいつどこのタイミングで作るか、呼吸の中でこの膝にの見せる中間距離を作るその時に寄せ足を混ぜる、はい、で、こっから距離の出るこのままその場で蹴って届かないから軸足の移動で蹴っていく、うん、から相手もなかなか反応しづらい、うん、し、この店がある分相手からしたらついてくるっていう錯覚を起こさす、うん、で、後ろに身構えますとこの瞬間を距離出して蹴っていくと結構決めやすいと思うから、うん、だからそういう感覚で俺は使ってて、まあ、特にやっぱり前足前剣での、仕掛けが多かったし、うん、特にこの膝水着っていうのは警戒されていた中で、膝水着から入っていく、はい、膝水着はいつもそうやし、うん、その中で仕掛けという中でっていう振りがあって、その中で私のこういう技が膝水のシンプルな技がある。で、これを警戒させることによって上で振り出して手を振り出して、それを受ける、この受けるみたいっていうのが結構中段蹴りが入るパターンかなって思ったから、そのパターンで決まってましたね。あとはどう力を発揮するか、うん、ほんまにこの軸足の回転、腰の回転と、あとはやっぱ膝を上げる位置、うん、ここが開いちゃうとオープンになっちゃうと、はい、もちろん一番怖いことは膝につき前で反応されることが失点につながることだから、はい、できたら足が膝が内に入るように、うん、で、もし入ってこられても例えば頭を下げてみるか逃げてみるか、はい、膝に近く入るっていうところを意識してやったかな。あとはやっぱりこの好み手が結構大事になってくるから、最初のこのこういう上の中にかけていくと分かりづらく、うん、反応が一瞬遅いというか、
するから前剣前足がプレッシャーと足元上振る、そんなったらこの膝に決める、その動きがを警戒しだしたらゆっくりとっていくっていうような、まあ、このいろんな振りがあって仕掛けがあって、はい、で相手がどういうふうに感じてるか、うん、自分のプレッシャーがどういうふうに感じて聞いてるかっていうところを読んで使っていくと結構昆虫投げるっていうのは有効的かなと思うから。